こんにちは、キューブです。今回はドライブヘッド関連のアイテム。自分が今月に入ってからツイッターの方で楽しみだ楽しみだと散々つぶやいていたアイテムがついに発売になりました。というわけでレビューしていくのはこちらですね。現状発売されているドライブヘッド関連のアイテムの中でも最大サイズの大型アイテム。というわけで今回お送りするのはこちら、トミカハイパーレスキュードライブヘッド機動救急警察よりサポートビークルトランスポーターガイアです。はい、トランスポーターガイア、ついに発売されましたね。こちらがどういったアイテムかというと、ドライブヘッドの主役はまあ一応ドライブヘッド010203なんですが、ドライブヘッドは現場へ出動するとき単独で出撃することもまああるにはあるんですが稀で、大体の場合トランスポーターと呼ばれる移動用のビークルで長距離運ばれて現場で出撃という風になっています。第1話の時からその長距離輸送用のトランスポーターというトラック自体はあったんですが、こちらのトランスポーターガイアはそれの新型。ただ単に輸送トラックというだけでなく、少しサイズが大型になったことでいろいろな機能が搭載されています。その中でも大きな新機能が2つあって、1つ目がこちら、コンテナ以外の車両の部分が外れて単独でウォーカービークルフォームへ変形できること。そしてもう1つの機能がここに大きなイラストで描かれていますね。そのウォーカービークルがドライブヘッドと従来とは形の異なる特別なシンクロ合体を遂げることで、超大型のウォーカービークルレスキューコマンダーに合体できるということですね。ではまずパッケージを見ていきましょう。全体の見た目はこんな感じ。見ていただいてお分かりの通り、ドライブヘッドをコンテナに丸ごと1台搭載できるといったようなアイテムなので、箱の大きさは従来のドライブヘッド関連のどれよりも大きいですね。パッケージの裏側を見ると、先ほど触れた遊び方に関する概要が書かれていますね。まずこちらがカーフォーム、車両とコンテナとに分離して、車両の部分はフォームチェンジしてウォーカービークルフォームへ、さらに外したコンテナは寝かせた状態で展開するとカーフォームのドライブヘッドの整備基地に、さらに立てた状態で展開するとウォーカービークルフォームのドライブヘッドの整備基地になります。さらにこちらのウォーカービークルフォームはドライブヘッド3体のいずれかと合体して、こういった超大型の特別なウォーカービークルフォームレスキューコマンダーに合体します。というかこの図だとマーク2と合体している3体しか乗っていないんですが、基本的にドライブヘッド関連はシンクロ合体のためにジョイントが全て共通になっているので、ここに乗っているもの以外にもマーク1の3体やブラックマックスも含めた全てのドライブヘッドと合体することができます。まあ劇中に登場するのはおそらくこの3体までなんじゃないかと思いますけどね。ではいよいよ開けていくことにしましょう。はい、パッケージから中身を取り出すとこんな感じ。今回は超大型アイテムということで、中に入っているパーツ一つ一つもすごいビッグサイズですね。そして今回はいつものクリア素材ではなく紙のインナーになっています。中身を取り出して並べるとこんな感じ。先ほども言った通り一つ一つが非常に大きいので、並べるともう机がいっぱいになってしまいますね。まずこちらがトランスポーターガイアの本体。こちらがドライブヘッドを丸ごと1台格納できる大きなコンテナパーツ。こちらはコマンダーヘッドといって、まあ、要するにレスキューコマンダーに合体した時の頭飾りですね。外側から見えない場所へちゃんと格納しておくことができます。こちらはバックパックとなっているんですが、カーフォームだと要するにキャブの後ろ側のパーツですね。そしてこの2つがルーフパーツ。コンテナ側につくバックルーフとキャブ側につくヘッドルーフ。そしてこの2つが大きなギガブラスターと呼ばれるパーツ。ここにあるのは整備アームとなっていますね。これちゃんと2パーツで構成されていて、中で曲がるようになっています。それとシールと説明書、さらにドライブバッジ。では今お見せしたパーツ群をトランスポーターガイアの形へ組み上げていきます。まず最初にこちらバックパックのパーツ、これの内側にこういう風に溝が切れていますよね。ここにこちらコマンダーヘッド頭飾りのパーツを溝を合わせるようにして、こういう風に取り付けます。そうしたらバックパックをこちらの本体へ取り付けるんですが、これを取り付けるためにはですね、ちょっと本体のいろいろな部分を開かないと取り付けられなくて、まず車体の両サイドをこういう風に開いて、そうしたら肩のパーツを横へずらします。次に腰になるこの部分のユニットを少しだけ下げて、これでようやく後ろ側が完全に解放されました。この部分にバックパックを取り付けていきます。取り付ける向きはこうですね。こういう感じで取り付け。
そうしたら今少しずつ開いた部分を元に戻して車両に戻していきます。この状態になってから初めて本体を変形ですね。後ろに畳まれている部分をこういう風に伸ばします。畳まれたままの状態でも相当大型なんですが、こういう風に開いてみるといきなり車体後半部の面積が2倍になってかなりの大きさになりますね。このぐらい大きくなってくると、だいぶ前にレビューした同じハイパーシリーズのレンジャートレーラーとか思い出しますね。ではここにいよいよこちらのコンテナを取り付け、まず向きに関してですが、この銀色のパーツがある側が前になります。取り付けについてはこの裏側についている4つの 5mm のピンを同じくここにある4つの受けに取り付け、はい、だんだんトランスポーターの形になってきましたね。そうしたら次にこの後ろのコンテナを開きます。開いたらこちらの天面パーツだったものの内側へこちらの整備アームというパーツを取り付けます。取り付けに関しては2片側ずつ6つ穴が開いていて、この整備パーツの側にも2つのピンがあるので、まあ自由に取り付けという感じですね。整備アームを取り付けたら再びコンテナを閉じます。そうしたら次にこちらのルーフパーツの取り付け、このヘッドルーフには表にも裏にも両方とも 5mm 穴がついているんですが、この可動式になっている 5mm 穴のある方が天面ですね。こういう感じに取り付けて完全に奥まではまったら、この中央の部分を変形させて下げます。そうしたら次にこちらのバックルーフを取り付けていくんですが、これがですねちょっと間違いやすくて、このヘッドルーフの天面の部分に穴が開いているせいで、手なりでいくとこれをここに取り付けてしまいたくなるんですよね。こういう風にギガブラスターを取り付けてバックルーフをここにこう取り付けて、これで完成とつい手なりだとやってしまいたくなるんですが、これは間違いです。バックルーフを取り付ける場合、こちらのギガブラスターはキャブではなくこのバックルーフの裏側に取り付けます。この部分とこの部分のピンを使ってここにこうはめる感じですね。反対側も取り付けて、この状態でこの部分にあるこのジョイント受け、これをこのピンにはめます。はい、これで全ての部品が組み付けられてトランスポーターガイアの形になりました。ここからさらにシールを貼っていくわけなんですが、この状態でまず大体の見た目を確認しておきましょう。全体はこんな感じになっています。ではここにこちらのシールを貼り付けていきます。これまでのアイテムの中で一番大型なので、シール1枚1枚が結構大きい上に枚数も27枚と結構多めになっていますね。本編の登場シーンで非常に印象的なコンテナの両側に入る大きなトランスポーターのロゴ、こちらも今回シールになっていて、全てのレターがシールによる再現になっています。印刷で本体に付けられているレターというのは全くありませんね。この仕様に関してもしかすると少し物足りないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、これがデメリットなのかどうかは正直ちょっと難しいところで、どういうことかというとですね、今回のトランスポーターガイアはドライブヘッド関連以外のアイテムと組み合わさる妄想遊びの幅がめちゃくちゃあるんですよね。なのでシールなしだとレターもなしというこの仕様がまずいことなのかどうかは結構人によるんじゃないかと思いますね。ですが今回はドライブヘッド仕様に仕上げていくので、シールもすべて貼り付けていきます。シールをすべて貼り付けるとこうなります。はい、これですべての見た目が完全に整いましたので、トランスポーターガイアカーフォームからまずは確認していくことにしましょう。ちなみにシールの貼り付け難度に関してなんですが、これはなかなか評価が難しいですね。ドライブヘッド関連のアイテムはどれもシールを貼るべき場所がほとんど平らになっているので、貼り付けづらいというわけではないですね。注意しないと汚く貼れてしまうといった箇所はないんですが、今回ちょっとですね、シールの形に綺麗に切れている場所に貼るというんではなく、このシールなんかすごい典型的なんですけど、こういう広いガイドのない場所に目で合わせて貼らないといけないみたいなところが結構あるんですよね。なので貼り付けづらくはないんですが、綺麗に貼ろうとすると割と注意が必要ですね。微妙に斜めに貼れてしまったり、微妙に左右非対称に貼れてしまったりするところが出かねないので、まあそういうところも含めると綺麗にやろうとするとそこそこの難度かもしれません。中でも自分が一番注意しないと貼り間違えてしまうなと感じたのが、この開いた天井の内側に貼るこのグレーのシールですね。まずこのシール、絵のどちら側を上にして貼るのかが説明書を見ただけだと分かりません。結論から言うと、このオレンジのライトのような絵が描いてある側を上にして貼ります。
そしてもう一つ分かりづらいのが、実はこのシール、この左右にある柱のように隆起した両側の部分、この幅と微妙に合ってないんですよね。きちんと貼るためには両側の柱のどちらからも 2.5 ミリぐらい開けて貼る必要があります。どちらかの柱に横をぴったり合わせて貼ってしまうと、もう反対側が非対称な形で貼れてしまいます。あとですね、このシールもう一点さらに分かりづらいところがあって、何かというと、このシールは片側に2枚左右で4枚貼るようになっているんですが、こちら右の後ろ側、ここだけ柱と柱の幅とシールの幅がぴったり合っているんですよね。なので他の部分をすべて 2.5 ミリ左右から離すように貼った、その感覚でここも貼ってしまうと、ここだけはそういう風に開けると反対側が余ってしまいます。この部分お分かりになるでしょうか。左の蓋の後ろ側はこの5ミリの穴のちょうど中央から柱のようなモールドが出ていますが、右側はご覧ください、ここ穴の中央ではなく片側に寄った位置から柱が出ていますよね。なので右側の後ろのこの位置だけはシールの幅と柱の幅がぴったり合っているので、ここを 2.5 ミリ開けて貼り始めてしまうと反対側が余ってしまいます。なのでここだけはぴったり寄せて貼るっていうことですね。これは最初気がついてないとなかなか騙されますね。いやー、まさしくあの劇中に出てくるトランスポーターですね。ドライブヘッド関連はロボットの描写が全て CG になっているので、おもちゃとの形状の差というのはもともとあまりないんですけど、今回のトランスポーターも非常に高い再現度になっていると感じます。正確にはこのトランスポーターガイアは劇中の27、8話ぐらいで登場した新型ビークルということになるんですが、形状がそれ以前の1話から登場していた旧トランスポーターにかなり近くしてあって、あのトランスポーターがようやく商品化されたっていうような、そういう考えがあるのがまたいいですね。それと個人的にはこのカラーリングも非常に好みですね。ドライブヘッドの主役メカである3体のドライブヘッドはやっぱり主役らしく原色ベースの強いカラーリングになっているんですが、このトランスポーターはサポートビークルということで主役から一歩引いた中間色的な色合いになっています。ですがこの中間色っぽい色合いがかえってリアリティを高めていて非常にいいと思いますね。ちなみにタイヤに関しては片側6輪、両側で12輪あってかなりたくさんあるんですが、それぞれ独立して回転するようになっています。ダミーのタイヤなどはありません。タイヤそのものはゴムではなくプラタイヤで、今回はですね、割とこのシリーズとしては珍しくオフロードっぽいガタガタした表面のタイヤになっているんですよね。プラタイヤでこの形だと設置そのものは12輪きちんと設置するんですが、こういった質感の机の上だとさすがにスムーズに全輪回るという感じにはなりませんね。ですがこれでも十分スムーズにこの走行できる範囲と言っていいと思います。電飾はないのでパトライトの関係は全てクリアパーツで再現されているだけで点灯などはありませんね。ですがこの部分、センターのバックルーフのあたりのパトライトに関しては大きさがあるので、ちゃんと中身のライトの形状も再現されています。こういったところ毎回丁寧でいいですね。なお今回のトランスポーターガイアはカーフォームでの取り回しに関して一点注意しなければいけないことがあります。このトランスポーターガイアのカーフォームは大人でも片手で掴み上げることはできないですね。まず後ろを掴んだ場合コンテナが外れてしまいます。前を掴んだ場合腰のジョイントがさすがに後ろの前重には耐えられなくて曲がってしまいますね。なのでカーフォームにした状態でトランスポーターガイアを持ち上げる場合には、大人でもこういう風に前後から指を入れて両手で持ち上げることが必須になります。特にこのコンテナ側だけを掴んで持ち上げるのは絶対にやめた方がいいですね。自分のはそれほど取り付けのジョイントが硬くないので、ここを持つとこういう風にコンテナが外れるんですけど、個体によってはここがきちんと割と硬くはまるようになっていて、ある程度持ち上げてしまってから外れるという状態にならないとも限りません。そうなった場合結構な高さから落下して壊れてしまったりする場合もあると思うので、トランスポーターガイアのカーフォームには大人でも結構取り回しの注意が必要です。ではサイズの比較をしていきましょう。こちらドライブヘッドのレビューでも何回も登場していますね。ドライブヘッド01マーク2サイクロンインターセプターと並べてみるとこのぐらいの感じ。いやさすがに真横に置いて並べると大きさに差がありますね。なんといってもこのコンテナ部分にこちらが丸ごと格納されるというサイズ感なわけなので、サイズにして2倍、容積でいくともう4倍近い差がありますね。前からの見た目ももう比較にならないぐらいの違いですね。ですがどちらもドライブヘッド関連の車両なんだっていうことが分かるようなデザイン的な統一感が若干つけられていて、こういうのいいですね。ではカーフォームでのギミックを見ていくことにしましょう。まず最初がこの部分ですね。コンテナ背面側にあるハッチ、ここを開いて、さらにここはですねスライドで一段伸びるようになっていて、こういう風に倒すことでドライブヘッドが乗り降りするためのスロープになるようになっています。
こちら先ほども登場したサイクロンインターセプター、こちらのドライブヘッドを後ろからスロープを使って格納することができるようになっています。なっているんですが、ちょっと寸法が合っていないですね。どれだけ丁寧にやってもこのウォーカービークルの時バックパックになる部分がちょっとだけ高さに干渉して、天井に干渉しながら収まるといった感じ。というかですね、今前から入れたんですが、説明書に従うとこういう風にバックで入れてくれと書いてあるんですが、バックで入れるのは本当に無理ですね。まず入り口でここが干渉してしまうほか、ここちょっと開けてみると分かりやすいんですが、こことここに同じ寸法になっている柱のような隆起があって、後ろから入れようとするとこの3箇所全部に干渉してしまうんですよね。なので相当無理やり突っ込む感じになって、収納できるとは言えない感じですね。というかですね、細かいことを言うと、この縁の部分、こことここにちょっとだけくぼみがあるのがお分かりになるでしょうか。これ前後方向にくぼんでいるだけで、高さ方向には全くくぼんでいないので、ここ高さ的には一列なんですが、このくぼみがですね、サイクロンインターセプターのバックパックの一番隆起している部分とぴったり合っているんですよね。なのでここをもし腕に覚えのある方は工具か何かで形の通りにカットしてしまえば、ギリギリここを合わせることでここだけは干渉させずにサイクロンインターセプター中に入るんじゃないかと思います。ですがここをたとえ削ったとしても、後ろから入れてしまうと中でもう一回干渉を起こしてしまうので、ここを削って、かつ説明書とは逆の前入れにすることでようやく入るっていう感じですかね。なので寸法の干渉を避けてそれっぽく発進させたいのであれば、スロープを開いた後ここをオープンしてフルオープンの状態にしてから発進というのがいいかもしれませんね。なおドライブヘッドではなく、こちらサポートビークルのブリッツフォーミュラを入れようとしてみると、このエンジン部分がちょっと当たってしまうんですが、まあそこを気にしなければちょっと押せば入るっていう感じですね。ハッチから入れようとすると干渉するんですが、ここを開いて上から入れるというのであれば、中にはこれを格納できるだけの容積が十分にあります。そして今まさにお見せしましたが、コンテナ天面のオープンギミック、これが第2のギミックですね。整備用のアームパーツをこういう風に工夫した位置に取り付ければ、まさしくドライブヘッドの移動整備基地といった感じを演出することもできます。もっともこの位置につけたままだと車両を格納できなくなりますけどね。なお整備用のアームに関しては1パーツではなく2パーツ使われているので、真ん中からこのぐらいの角度まで曲げられるようになっています。しかもですね、この2つ凝っているのが、同じパーツが2つ入っているわけではないんですよね。ちゃんと先端の形が書いてあります。こちらは溶接アーム的なニュアンスのものですかね。ちゃんと上にこういうパイプのようなものが造形されていて、下が中空で抜けています。こちらはミニハンド的なものですかね。さてではいよいよこちらのトランスポーターガイアの変形ギミックを見ていきたいと思います。まず最初に見ていくのは、トランスポーターガイア単体でのウォーカービークルフォームへのフォームチェンジですね。ではトランスポーターガイア、ウォーカービークルフォームへフォームチェンジ。完成、トランスポーターガイアウォーカービークルフォームです。プロポーションご覧になっていかがでしょうか。腰とか足とかが逆関節気味になっていて、いわゆる完全な人型というロボットではないんですが、それでもこのシリーズっぽいというか、トミカハイパーシリーズっぽいいい感じの見た目になりましたね。手がこういう感じの大きな3本爪の鍵爪になっていたりとか、足が非常に特殊な角度で設置しているんですが、接地面に対してこの部分が一輪ちゃんと下へ出るようになっていて、ローラーダッシュのような動きがつけられるようになっていたりとか、あとなんといってもこのサポートロボ特有の顔ですね。こういった見た目が非常に効いていて、人型じゃない方がかえってリアルに見えるといった感じの、非常にこのシリーズらしい見た目になったなと思います。なおウォーカービークルフォームにおいては、この腰の関節と膝の関節をちょっと見ない特殊な角度まで曲げるので、ここがカーフォームの状態から果たしてどのくらい曲げればいいのかをちょっと詳しくご説明しておきたいと思います。こちらがウォーカービークルフォームの足、こちらがカーフォームの角度まで戻した足ですね。まず最初に腰を回していくんですが、ここはまあ要するに垂直にするだけなんですが、クリック数で数えると6クリックですね。
これで左右が同じ、完全に垂直の角度になりました。次に膝を曲げていきます。こちらがウォーカービークルフォームの正位置、こちらがカーフォームの、要するに足がまっすぐ伸びた状態ですね。膝に関しては逆関節方向へ3クリック曲げます。はい、これで完全に左右が同じ形になりました。このクリック数で曲げると、こういう風に設置するために斜めにカットされている部分がきちんと水平になります。クリック数を覚えて曲げていくといいかもしれませんね。まあ手なりでやってもそれほど難しい変形ではないですけどね。ただ変形プロセスで1点だけちょっと残念だったなと思うのが、このコンテナに4本のアウトリガーが出ないというところですね。劇中だと、まあ当然なんですが、このコンテナの下に板敷きのようになっている車両が全部外れるわけなので、コンテナ自身がある程度の高さに自立できるような仕組みを持っていないと、そういう分離ってできないわけなんですが、劇中だとこの部分からこういう風にアウトリガーが4本立ち上がるという描写があったんですけど、今回そのギミックはありません。劇中をよく見ると、この部分のちょうどトラス状のモールドがついているこの部分が横へ板状に伸びて、そこからアウトリガーが降りるという描写になっているんですが、まああれ自分実は劇中で初めて見た時、あんなアウトリガーが長く伸びるほどの体積がないはずだなと思って、ああこれはもしかすると玩具にはないギミックなのかなっていう予感がしてたんですが、やっぱりそうでしたね。トミカハイパーレスキューみたいな車両での運用を結構大事にしているブランドだと、アウトリガーがあるかないかって結構重要だと思うんですけど、今回ありませんでしたね。ここちょっと残念でしたね。顔のアップです。バイザーの中に丸カメラが2つという、このオペラグラスのような見た目になっている頭部、可愛らしくていいですね。そしていかにもサポートロボという雰囲気が出ています。でも実はこのデザインはこのトランスポーターガイアオリジナルのものではなくて、ドライブヘッドシリーズのうちサポートロボっぽいものになるものは実は全部この顔なんですよね。まだレビューしていませんが、サイクロンインターセプターの2つ目のサポートビークルであるブリッドジェットファイターとか、あとは0203のサポートビークルであるブルチェンソーとか、ブラックマックスのサポートビークルの2つとか、全部サポートロボっぽいものになるものは共通でこの顔になっています。というかですね、動画の序盤で昔のハイパーシリーズのレンジャートレーラーという名前を出したんですが、実はレンジャートレーラーのロボットモードもこの顔になっているんですよね。もしかするとこの顔はハイパーシリーズに昔からある伝統の顔なのかもしれませんね。ちなみに武器に関してはコンテナ側からこちらのギガブラスターを持ってきて手に持たせることができます。まあ持たせるとは言っても、この爪に握らせるわけではなく、この手首の上にあるジョイントに取り付ける感じ。両方の腕に取り付けてみるとこんな感じ。初登場の回でも両腕にこういう風にギガブラスターを取り付けていろんなものを打ち出してましたね。ちなみにヘッドルーフ天面のジョイントに取り付けてこんな風にショルダーキャノンみたいにすることもできますね。この部分のジョイントは前後にスライドするギミックがあるので、こんな風に発射時のリコイルを再現するみたいな凝った遊びもなんとなくできますね。ちなみに可動に関してなんですが、実はこの腕と足はシンクロ合体した状態の腕や足と全く同じユニットなので、合体後の状態でまとめてご紹介した方がいいと思います。この状態じゃないと動かない関節というのは特にないですね。唯一頭部だけはこの形態オリジナルのものですが、まあこのデザインなので可動はないに等しいですね。ちょっとだけこういう風に上に向けたりできますけど、まあこの程度です。ではここで大きさを比較しておくことにしましょう。こちらウォーカービークルフォームにした状態のサイクロンインターセプターと横に並べてみるとこのぐらいの感じ。そうなんです、こちらのウォーカービークルフォームはですね、ちょっと手足が短いので尺が詰まっている印象を受けますが、実際に並べてみるとこのぐらいのサイズ感なんですよね。8頭身のサイクロンインターセプターと全然変わらなくて、頭の高さもほぼ同じになっています。この体型で頭の高さが同じなわけなので、横幅に関してはもう3倍でかいかっていうぐらいのボリューム感ですね。さすがこのサイクロンインターセプターを乗せて運ぶ車のロボっていう感じですね。というかこちらのウォーカービークルフォームにチェンジした状態のドライブヘッドに対しても、今回のトランスポーターガイアはギミックがついています。何かというと、先ほど取り外したこのコンテナ、縦向きにして開くことによって整備基地になるということですね。展開してみるとご覧ください。このコンテナはこのようにウォーカービークルフォームにした状態のドライブヘッドにも尺が合うようになっていて、ちょうど頭が天板の下ぐらいに来るようになっているんですよね。整備アームも当然ながらつけておけば整備基地のような雰囲気が出ると思います。非常にいいですね。こんな風にドライブヘッド本体から武器をすべて外して、コンテナの空いているジョイントに格納状態で取り付けることもできるようになっています。こんな風に武器を下げてあったりすると、より整備基地っぽい雰囲気が出るかもしれませんね。
さて、それではお待たせいたしました。いよいよ今回のトランスポーターガイアのギミックのクライマックス、ドライブヘッドとのシンクロ合体を見ていきたいと思います。と言ってもですね、これまでのサポートビークルのシンクロ合体は全て腕と足とを交換するという交換合体だったんですが、今回のトランスポーターガイアのシンクロ合体は少し特殊で、ドライブヘッドの全てのパーツとシンクロ合体するというあまりの出ない特殊なものなんですよね。なので全てのパーツを取り込んで非常に大型の特殊なウォーカービークルフォームになります。それではサイクロンインターセプター、トランスポーターガイア、レスキューコマンダーへシンクロ合体。完成、サイクロンインターセプター、レスキューコマンダーです。あーというかですね、すでに撮影のために何往復も変形させていたんですが、本番の撮影の今になって初めて深くにも気がつきました。この足の部分、なんだかおかしいのがお分かりになるでしょうか。そうですね、この太もものパーツ、左右で前後が逆になっていますね。というかこれ前後が逆になっているということはこういうことですね。両方ともネジ穴の向きが同じになっています。これつまり左右両方とも同じ側の足のパーツが使われてしまっているということですね。これは直すとかっていう話じゃないですね。交換以外にどうしようもないので、これは何日かしたらタカラトミーのお客様相談室に電話したいと思います。いやー、というか最近ちょっとタカラトミーのロボット玩具、こういった組み違いに出会う確率が高すぎないかなという気はしますね。ムービーマスターピースオプティマスプライムの屋根のヒンジとか、あとちょっと動画では言わなかったんですが、ボイジャークラススコーンのセンターの背びれの前後も組み間違いでしたね。あとレジェンズのチャー、まあこれはレジェンズではなく海外版の頃からそうだったんですが、両足のすねの部分のパーツが左右組み違いなのではないかと言われていますね。そしてこれということで、3ヶ月そこそこの間に4回食らうというのは、まあなんというか全品組み間違いのものもあったりで、さすがに自分の運の悪さだけでは説明できないんじゃないですかね。ちょっと精度を上げてもらいたいかなというふうに感じますね。これはちょっと仕方ないので、今回のレビューに関しては申し訳ないんですが、正しい品とはちょっとだけ見た目が違っているこちらでレビューをやっていきたいと思います。ご了承ください。では気を取り直してスタイルを見ていくことにしましょう。見た目ご覧になっていかがでしょうか。先ほどの単体のウォーカービークルフォームだとちょっと足の短い特殊な作業ロボットっていう感じでしたけど、合体を果たしたこちらの姿は完全な八頭身の綺麗な人型ですね。これまでのドライブヘッド系のアイテムは単純な強化合体ではなく、シンクロ合体というパーツを入れ替える特殊な合体を主軸にしていたので、まあ言ってみれば全部のパーツを使わない余りの出る合体ということで、まあその点あまり納得いかないぞという方いらっしゃったかもしれないんですが、今回は素晴らしいですね。全てのパーツを余りなく使っての完全合体でシンクロ合体という形になっています。
加えて今回の合体ではロボットの身長はそれぞれ同じぐらいだったんですが、体積で比べるとトランスポーターガイアの方がはるかに勝っていたので、腕と足のシルエットを担当しているのは実質ほとんどトランスポーターガイアのパーツのみといった感じなんですよね。ですが均等に部品が割れていないせいで、かえってプロポーションの整いは良くなっていて、ご覧ください、合体しているとは思えないぐらい見事なプロポーションですね。前側だけでなく後ろ側のシルエットも見事だなと思います。だいたいこういった感じの強化合体ロボって、前から見ると見栄えは良くても、後ろを見るとちょっと不要なパーツをたくさんここに詰め込んであったりすることが多いんですけど、こちらはちゃんと後ろもシュッとしたシルエットになっていますね。まあちょっとこの辺バックパックが大きいかなという感じはしますけど、それでも何かロボットとして用途がわからない不要なものを背負っているという感じはほとんどないですね。これは見事だと思います。さらに合体のプロセスもなかなか珍しく、かつよく考えられたものになっていましたね。まず最初にこの肩の部分ご覧ください。1号ロボの腕を畳んだものをこんな感じで前飾りのようにして使うっていう合体は過去にあまり見たことがないですね。そしてこちらの足の部分、これもただ単に見えない位置に合体しているだけではなく、この位置に足のパーツがもう一つ足されることによって転倒防止のかかとになっているんですよね。これも頭がいいですね。そしてなんといっても最後に見せたこの頭のヘッドギアがスライドして顔に被るこの変形、まあ劇中の合体ではここそれほど強調されているわけではないんですが、それでも玩具としてはこの部分ヘッドギアが前後にスライドしてちゃんと顔に位置合わせされるっていうギミックになっていて、これは非常にいいですね。まあ実際はこの部分はこういう演出的な意図で付けられているわけではなく、合体させるドライブヘッドの形によってちょっと頭の大きさに差があるので、これをどのぐらいまで下げたらいいかを自分で個別に合わせられるっていう、そのためにスライドするんだと思いますけど、まあでもここニュアンス的には頭にヘッドギアが被るプロセスの演出だというふうに捉えることも全然できますね。これは非常に燃えるギミックですね。というわけで今まさに触れましたが、顔の部分のアップをお見せしておきます。頭部にこういう新しい飾りがついて頭の見た目が違ったものになるっていうのは、こういう強化合体ロボの醍醐味の一つですよね。まあ先ほどのようなギミックがついたせいで、たとえ中にいるロボの頭が回ったとしても今度こそ首回らなくなったっていう感じではあるんですが、やはりこういった感じのギミックがあって頭の形が変わるのは外せないなと感じます。それと今回の合体ではドライブヘッド側の色というのはこういったところに少し見えるだけで差し色程度になっていて、全身のほとんどの色はトランスポーターガイア側の色ということになっています。なので最終合体ロボとしては非常に珍しいんですが、全身がすごい渋い色になっているんですよね。大体の場合原色とか金色の飾りとかが前面に出ることが多いと思うんですけど、こういう色合いの強化合体ロボというのはなかなか見ないというか、これはこれでリアリティがあってすごいですね。ちなみに武器に関してですが、単独のウォーカービークルフォームの時と腕が事実上同じなので、ここについているギガブラスターをこのジョイントにつけたり、あるいは拳に持たせたりすることができます。それに加えて今回のこちらだとこれ丸ごと外すことで、裏側のこの部分のピン、これを使ってこんな風に全体を2門がさらに2つのダブルバイダブルのブラスターとして持たせることもできます。この大型のボディと非常に合っていて、ケレン味が効いていていいですね。ですがまあ初めて出撃した時にはこういう風に普通に両手に1つずつを持って使っていましたけどね。それ以外にもブラスターのこちらだけを取り外して、バックパックの左側にこちらを取り付け、右側に外した方のキャノンを取り付け、さらに右のキャノンの外側にドライブヘッドのバックパックだったパーツを取り付ければ、ご覧ください、こんな形で本当にコンテナ以外全てのパーツを使った合体状態にすることもできます。まあでもこうやって合体させると文字通り全てのパーツを使ってしまうので、手の武器といえばこういう風に爪を起こすぐらいしかなくなるんですが、でも本編でレスキューコマンダー初登場の際にトランスクローという名前でこの爪使ってましたね。ではこちらの可動を見ていくことにしましょう。手足の関節に関してはトランスポーターガイアが全てを担当しているので、事実上トランスポーターガイア単体としての可動範囲も兼ねますね。まず頭部、ドライブヘッド単体の頭部ですら稼働しないんですが、その上にさらにこういうギミックがついたことで全く動きませんね。次に肩、肩の部分に関してはこれだけ大型なんですが、かなり柔軟に動かすことができます。まず縦の回転に関しては360度硬いクリックとともに回すことができて、肩のアーマーの下からほぼ水平まで上げることもできます。そしてこちらはドライブヘッドと近い変形をこなすので、こういう風に前後のスイングもつけることができますね。そして上腕のすぐ下で縦ロール、肘も変形の恩恵でこういう風に90度きっちり曲げることができます。
手首はさすがに回転はできないんですが、変形の恩恵でこちら側に少しひねることができますね。次に胴体。胴体に関しては腰の回転可動のようなものはないんですが、こちらもドライブヘッドに近い変形をするので、腰の部分をこういう風に起こしてやることで、前後屈伸というか、のけぞる方向には動かすことができますね。まあでもここも自重が非常に重いので、あまり長い間反らした状態にしておくのは避けた方がいいかもしれません。次に股関節。足結構大型なんですが、足の周りに何も可動を阻害するものがないので、非常に柔軟ですね。前にも。後ろにも90度まで上げることができます。というか今動かしたこの縦方向に大きく動かすというのは変形で使用する可動ですからね。なお水平にもここまで上げることができます。これなかなかすごいですね。変形に使わないんですがこんなに高く上げることができます。膝に関してはこういう風にふくらはぎ側に結構張り出したドライブヘッド側のユニットがついていても無関係に90度折ることができますね。それと単体でウォーカービークルフォームになるときにちょっと極端な角度まで曲げるせいで人体の可動とは違ってしまうんですが、逆関節の側へ折ることもできるようになっています。最後に足首。足首に関してはデザイン上の問題もあるので、つま先が独立して動くだけという感じですね。つま先そのものは180度に近いぐらい可動角がつくんですが、結構強めのクリックがつけられていて、収納状態、レスキューコマンダー状態、単体のウォーカービークルフォーム状態と3つの段階から選ぶだけといった感じ。まあ中間的な角度で結構硬い渋みで止めておくこともできるんですが、さすがにレスキューコマンダーの全重をかけられるほど硬くはないので、まあやっぱりこの段階とこの段階どちらかを選ぶという感じですかね。ポーズをつけるとこんな感じ。ポーズショットをご覧になっていかがだったでしょうか。まあ確かに首も回らない、腰も回らないということで、それほど極端なポーズがつけられるというほどではなかったんですが、それでもスーパー合体したロボットのポーズショット集としては柔軟すぎるぐらいだったんじゃないでしょうか。これ素晴らしいですね。ではこの状態で大きさを比較していくことにしましょう。まずこちら、いつも出している12分の1のネゴシエーターと並べてみるとこのぐらいの感じ。もうこちらは元々のドライブヘッドの2倍以上の体積があるものと合体しているので大きさも随分違いますね。これとだともう比較にならないといった感じ。ボイジャークラスのアイテムと並べてみることにしましょう。こちらボイジャークラスの TLK ハウンドと並べてみるとこのぐらいの感じ。ハウンドでようやく腰よりも高いところまで頭が来ているといった感じですね。でもこれでもまだまだ全然小さいです。ならばということでリーダークラスを横に置いてみることにしましょう。こちらアーマーナイトオプティマスプライムと並べてみるとこのぐらいの感じ。こちらリーダークラスなんですが、それと比べてもまだ胸ぐらいといった感じですね。後ろ結構こういう風に余っている背負い物のせいで大きくなっているんですが、このてっぺんと比べてもまだ胸ぐらいといった感じですね。なかなか大きいですね。こうなってくるともはやこちらですね。 I'm Optimus Prime というわけでリーダークラスのリベンジ版よりも頭が高くなるムービーマスターピースオプティマスプライムと並べてみるとこのぐらいの感じ。これでようやく頭の高さ同じぐらいか、もしかするとまだ飾りの分こっちの方が高いぐらいかもしれませんね。そして体格に関してはこっちのブレードまで全部含めたぐらいこちらには幅があるので、いや今回のトランスポーターガイア相当でかいことがわかりますね。いや今回のトランスポーターガイアはドライブヘッドシリーズの集大成としてシリーズアイテムとの組み合わせが面白いということだけでなく、全く別の理由でこれ単品で買ってもなかなかに遊べてしまうという結構沼のアイテムですね。まずそもそもレスキューコマンダーに合体させる時のこの形態自体がかなり色々なものと合体させることに向いてるんですよね。後ろ側から見た時胴体部分にこんなに大きな空洞がある上にですね、前から見てみるとこのフロントのウィンドウの部分がこういう風に左右に開くようになっていて、ぴったりこの開ききった状態の寸法に合わないものでもこういう風に調節して合うかのようにすることができるんですよね。この幅をきちんとスライドで調節できるという機能は頭部の飾りにも同じものがついていて、これはですねむしろそういったいろんなものとの組み合わせを試してくれと言ってるのかみたいな、そのぐらいの感じを受けるギミックですね。
空洞がかなり大きいので、例えばデラックスクラスのトランスフォーマーぐらいだったら、あんまり難しいことを考えなくても全然合体するギミック持ってないやつとかこのぐらいにくっつけちゃうことできたりしますし、意外な組み合わせというとこんなのがあったりしますね。なんとデスクトップアーミー、デスクトップアーミーの第2弾のクロムシリーズというやつの中に警察カラーの限定版があるんですが、それがですね、ただ横に置いておくだけでもドライブヘッド関連のアイテムと結構相性がいいんですが、こんな風に合体させることができてしまったりします。このクロムシリーズはですね、髪型が非常にまとまっているので、頭のこのコマンダーヘッドと大きさがぴったりで、こういう風にあつらえたように被ることができるんですね。これいいですね。ちなみに合体させるにあたっては、ただ単にクロムシリーズの素体1体を使うのではなく、ビーストボックスってご存知ですかね、それのポリスカラーの D を変形させて、こういう風に台座みたいにして、これで後ろから合体させてます。ですがあまりきちんと合体しないので、モデリングサポートグッズとかを使ってもっときちんとした合体用のフレームを作った方がいいと思いますけどね。というか動画の前半で、今回車両モードでレターに関するものが全部シールになっていて、貼らないと文字なしにできるという話をしたんですが、これがここで効いてきますね。デスクトップアーミーは、まあ持ってる方ご存知だと思いますけど、必ずステッカーにこういう大きなロゴシールが入っているので、ここにそれを貼ってしまえば、もう完全にデスクトップアーミーのオフィシャルの備品以外の何物でもないっていう感じになりますね。それと極めつけがこちら。まあこれネットのあらゆるところで言われていますが、リニューアル版のダイアクロンとダイアクロン隊員、これがトランスポーターガイア、特にこのコンテナを開いた整備基地の部分とめちゃくちゃサイズ感がぴったりですね。もうはっきり言って最初からこのつもりだったんじゃないかっていうぐらいの、もうベストマッチ以外の言葉がないですね。こんな風に配置するメカをドライブヘッドに変更してみても、ダイアクロン隊員たちのぴったりフィット感は全然変化がありませんね。むしろドライブヘッド用にこの仕様で出した方がいいんじゃないのとかって思ってしまうぐらいのものすごいぴったり感です。逆に隊員を全部外してメカだけダイアクロンに変えてみるとこんな感じ。あえて何形態とも言えないような中間的な形態で置いた方が結構整備基地っぽくなるかもしれませんね。いや、なんというか、今回のトランスポーターガイアはダイアクロンとは必ずしも隊員を介さなくても元々ぴったりですね。以上、ドライブヘッドを格納できるカーフォームから基地になり、単独でウォーカービークルになり、そして余剰なしのスーパー合体までこなすというドライブヘッドシリーズの集大成とも言える一品、トミカハイパーレスキュードライブヘッド機動救急警察よりサポートビークルトランスポーターガイアのレビュー、いかがだったでしょうか。いやー、今回のこちらは素晴らしいですね。本当に勇者シリーズとかエルドランとかが一大ブームだった時代を思い出させるような感じのロボットおもちゃが再び現れたっていうような考えがありました。劇中だとこのレスキューコマンダーは第1回目から実はこの主役のサイクロンインターセプターではなくブレイブバックドラフトと合体していて、オープニングのアニメでも、それから今回実は箱絵でも全部ブレイブバックドラフトと合体する形になっていました。なのでこれもしかするとデフォルトはブレイブバックドラフト用の装備ということなのかもしれませんね。こういう集大成のギミックを持つものが主役用の装備じゃないっていうのはなかなか斬新な構成だなと思いましたけど、まあでもこういった大型のものでもあくまで備品ということなんでしょうね。リアリティ重視の路線なのかもしれません。今回のこの一品は、まあ組み間違いは残念だったんですが、基本的には超絶おすすめです。もしまだ入手されていない方、これはですねシリーズの終盤に発売されたアイテムなので、意外とすぐ再生産がかからずなくなってしまうかもしれないので、今のうちに押さえておいた方がいいんじゃないかと思います。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて今回のトランスポーターガイアのレビューいかがだったでしょうか。今回のこちらは久々に現れた往年のスーパー合体のギミックを踏襲しているアイテムっていう感じで、すごい懐かしさもあって良かったですね。まあスーパー合体するロボって絶滅してしまったわけではなくて、少なくともスーパー戦隊とかに毎年1体や2体は出てくるんですけど、ちょっとここ数年のスーパー戦隊はデザインとかギミックがやや極端なものが多くて、こういう感じのオーソドックスにまとめてくるものってあんまりなかったんですよね。なので個人的には結構この感じ久々だなというのがいじっていてありました。ところでドライブヘッド関連のアイテム、今回のこれも合わせて今年結構たくさん出たと思うんですが、こういったビークルを一つ一つ見ていくと、どれもそれほど実在の何かに似ているといったことはなくて、思い切った SF ビークルの形をしているんですが、それでも割と備品的なリアリティを感じる理由の一つというのが、こういうところについているパトライトなんじゃないかと思います。
こういうものがついているせいで警察車両、警察備品といった感じのニュアンスが出ているので、割と思い切った形をしていてもそれっぽいリアリティを感じるんじゃないですかね。というわけで今回は皆さんに伺いたいと思います。皆さんは警察ロボ、あるいはこういった赤色のパトライトがついているようなロボ、メカで何か印象深いものあるでしょうか？ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、直近だとまあこちらのドライブヘッドシリーズということになるんですが、それを遡っていくとですね、まあこれもこういう答えになる方多いんじゃないかと思いますが、特撮のデカレンジャーと、あとさらに遡ると勇者シリーズのジェイデッカーですね。これの他にパトレイバーっていう答えになる方結構多いかもしれないんですけど、自分個人としてはパトレイバーは変形するわけではないのであまり印象強くないんですよね。ジェイデッカーとデカレンジャーはシリーズはそれぞれ全く別物なんですが、どちらもまずメカが警察車両として非常に秀逸な出来栄えだったことに加えて、お話も大人でものめり込むほどの非常にいい出来栄えだったんですよね。それで覚えているという方もたくさんいらっしゃると思います。自分もそれはそうですね。それに対してこのドライブヘッドシリーズは、まあストーリーに関しては大人がのめり込むというほどのものではないんですが、反面登場するメカに関してはトミカというブランドを使っていることもあって非常に秀逸なものが多いですね。今回のこのトランスポーターガイアでその集大成を見ることができたといった感じですね。皆さんは警察ロボや警察メカ、厳密に警察でなくてもこういうパトライトとして赤色灯がついていれば何でもいいと思います。そういったもので何か印象深いものあるでしょうか？ご意見お待ちしています。